はいどうもこんちゃくれです。よろしくお願いします。さあということで今回は元横浜 DeNA ベイスターズモーガン出るまでガチャ終わりませんやっていきたいと思います。はいということでですね、先日のガチャ更新でこちら守備65以上のね選手がピックアップとなりました。でその中でですね、元横浜のモーガン選手がですねピックアップ登場しております。はい、それがこちらですね。いやー懐かしい。ベイスターズファン以外の方がねどこまで覚えてるかちょっとわかんないですけど、まあ当時中畑ベイスターズ、中畑 DeNA ベイスターズの本当の初期ですねを、支えてくれた選手の一人でございます。でこのモーガンはですね、はいこちら現状ですねこの年度でしか出てないんですよね。こちらのこのイーライ・モーガン選手はねちょっと全然別人なんで、まあ、ちょっと一旦置いといて、このモーガンは、インパクトプライムシグネチャーこの年度のみで、出ております。まあ本当はねこのシグネチャーモーガンめっちゃ欲しいんですけど、まあさすがに現状シグネチャーピックアップでねピンポイントで狙うっていうのはなかなか難しいので、まあプライムならワンチャンあるかなと。で正直このプライムも普段ね狙うとするとかなり確率きついんですよ。なんですけれどもまあ今宵ですね、最大のチャンスが、到来したということで、まあちょっと今回はねこのモーガン選手狙ってガチャやっていこうかなと思います。じゃあ早速本編入っていきましょう。どうぞ。さあということでちょっとまずはですねモーガン選手の能力を、見たいなと思います。能力的にはですねパワーが57、ミート72、選球70、忍耐力54、走塁77、守備75というね、数字になっております。まあちょっとパワーの数値がね低い、あと忍耐力っていうところがかなり低いので、まあそこはウィークポイントにはなっちゃうんですが、まあただそれ以外のねステータスが非常に優秀ですね。特に走塁でですね、平均打球角度はなんと2度なんすよね。めちゃくちゃ低弾道で、個人的にはこんだけ打球角度低い選手あんま使ったことないので、まあちょっとここの使用感もね逆に楽しみなんですよね。でコールドゾーンがほぼない、ほぼホットゾーンなんで、この辺はかなり強めかなと思います。でせっかくねちょっと他の選手の能力もね見ておくと、エンゼルスのピックアップはハンター選手になってますね。で僕自身このハンター選手のシグネチャー、同じ年度のものをね、持ってますんで、まあ、当たれば、突に使おうかなと思っています。でまあ、あとはパドレスでねソト選手出てるのも熱いっすね。この背中の写真むちゃくちゃかっこいいよね。でまああと注目としてはハニガー選手、この選手もね日米野球で、まあ、ソト選手もそのタイミングの日米野球来てたんですけど、僕前回の日米野球ね全通したんですよ。全試合現地で観戦したんですけど、まあ、その時来てた思い出の選手っていうのもあるので、まあ、ちょっとここも、まあ、にわかに欲しいなと。で、まあ、あとはなんといってもここですね、レッドソックス時代のムーキー・ベッツ選手も今回ピックアップで出てるってことで、まあ、いろんなガチャ動画でも言ってるんですけど、アメリカ代表オーダー組みたいっていうのもあって、ここもチャンスかなとは思ってます。まあそんな感じで今回ガチャを回していくんですが、天井がですねこの、ゲームにあるので160連目ですね。まあ最大ここで一応、狙って取れるという内容にはなっています。ただまあそれまでに自力で引けるかどうか、まあそこ引けたらめちゃくちゃ激アツですね。一応ねこのピックアップスカウト配信でも一回回したことがあって、その時あのエンゼルスのねケネディ選手を獲得した回だったんですけど、この時はね実は天井まで行かずに途中で引けたんですよ。まあでもそれもね実は確率はわずか 0.30% ってことでめちゃくちゃ厳しい。ピックアップといえど、まあ、まずプライムを引いてからその選手を引くってなるとかなり厳しいんで、まあどうかなっていうところであるんですけど、まあちょっと頑張ってねやっていこうかなと思います。はい、ってことで今回はねあのショップの方に、パッケージ記述としてあったピックアップスカウト160のやつをですね購入しました。なのでもうこのチケットをね使ってガシガシ引いていこうかなと思います。選択球団は、もちろん今回だけね、ワシントンナショナルズにして、モーガン選手の獲得率が上がっています。じゃあとりあえず無償のやつからいきましょうか。はい、お願いします。さあカストロ選手、これでもね一回この無償があることによって地味にちょっとこの購入報酬ずれるんだよな。はい、じゃあちょっと先にもう単発で10発いっちゃいますか。今ので1発目やったら残り、9発単発でいきたいと思います。これ単発で出たらすごいぞ。ちょっと夢見たいな。最近ガチャ運がねなかなか、まあ、ここ最近の動画全部見てくれてる方なら、分かると思うんですけど非常に悪い、うん悪いです、正直。うん、ちょっとそろそろ上向いてくるんじゃないのかなーって期待している自分もいます。これが7回目かな。8、単発の奇跡、このゲームの単発にも、おフリーマン、ブレイブス時代のフリーマン初めて当たったわ。フリーマンも今打ちまくってますよね。はいはいはい、で単発ラスト、はいドン、チザムジュニア、チザムジュニア選手も実は今回ピックアップっすね。
さあということで、じゃあ残り、150連をですねパックの方で引いていきたいと思います。ただモーガンが出たらその時点で終わります。さあ頼む、地引きさせてくれ。まあもちろん天井がある安心感もありますが、やっぱでも地引きできた時のね感動に勝るものなし。最高。お、あーグレード S か。まあ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 行きましょう。誰が出るかな。通常 S だと今欲しいのはやっぱりムーキーベッツ。ただこれブルージェイズですね。トロントブルージェイズの誰だ。お、ゲレーロジュニア、いいっすね。ゲレーロジュニアこれ2枚目かな。はい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 、このゲレーロジュニア強いっすよね。大谷さんとホームランを争った年のゲレーロジュニア。ああでも打球角度9度なんだ。でもやばいね、コールドゾーンほぼない。はい、もうどんどんいきます。でちなみにですね、さっき成績も見えてたと思うんですけど、この今ピックアップされてる年の、おお、よし来た、モーガン選手はですね、打率が3割飛んで7厘、3本39打点42盗塁の、成績のものになっています。さあこれはドジャースですね。お、ドジャースってことはワンチャン、あー誰だこれ、初当たりかも、マンシー選手。あー、この選手はファーストとセカンドなんだ。ドジャース戦力層やっぱ熱いな。でそう、ちょっと話それましたが、モーガン選手のところに戻ると、日本に来るね4シーズン前の年の、ものに今回のやつはなってますね。で実はその年の6月にですね、パイレーツからナショナルズに移籍して、でまあ合併してね、そのリーグが変わったわけじゃないんで成績がリセットされなくて、合計の成績が、まあ、この成績といった感じになっています。さあ、おー、スペシャル来た。え、これはある、終わります。モーガン出たら即終了、頼むお願い、モーガン。これはあれ、これどこだ、え、あー違うか、ダイヤモンドバックス、ハードソン。まあ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 、いやプライム引けたけどね、プライム引いたけどもモーガンは引けず。この時代のダイヤモンドバックスのユニフォームもなんか味わっていいっすね。2008年、久々にでもプライム地引きしたわ。さあちょっとじゃあ一旦ここいらで週間報酬受け取りますか。合計購入報酬これシーズン S ですね。さあヒューストン、アストロズもよう当たるな。これ誰だ、コールかな。はい、コール当たす。通常で74ってやばいじゃん、めちゃくちゃ強え。コールのプライムとかも普通に欲しいっちゃ欲しいんですけどね、やっぱね特別リアリティは正直今ピッチャーが欲しいんですよ。なんですけどなかなか引けません。ピッチャーのピックアップガチャまた来ないかな。さあメッツ、おお、千賀さん、千賀さんいらっしゃいませ。これで2枚目っすね多分。今考えたらこの千賀さん無料で最初くれたの結構激アツでしたよね。まあバーランダーとねシャーザーがトレードで放出されちゃったんで、ちょっとメッツのねこの千賀さんモチベーションがどうかなっていうのは気になりますけど、あでもチーム引っ張ってほしいですね。もうこれでほぼエースと言ってもいいと思うんで頑張ってほしい。さあこれ選手選択シーズンパック、うわーこれどうしようかな。いやもうこれムーキーベッツ取っちゃおうかな。ムーキーベッツのシーズンだとどれが一番強いんだろう。あーこれか、レッドソックス時代の2019のやつ、これが一番強いのか。まあこれでもいいかな、実際このライブのやつよりも強いもんな。打球角度はあー19度、まあまあそんな大差ないっすね。これが20度でめちゃくちゃ強いっていうのは噂には聞いてるんですけど、もうちょっとなかなか当たってくれないんで、このムーキーベッツくん取っちゃいます。いいでしょう、もうちょっとここは企画がどうしてもやりたいんで後悔はありません。初ムーキーベッツ、いやただこれこの後プライムで当たったらちょっと笑えるけどね、さすがに。はい、やだっす、レッドソックスムーキーベッツ、オーケー。じゃあ後半戦いきますか。これね悩ましいの、120のリーグ選択フォーカスプライムどっちのリーグで回そうかな。ちょっと一回強化していきます。さあじゃあ残り半分いきましょう、頼む、もう途中で出てくれていいよ。お、大谷さんの絵でかい、久々に引けたな大谷さん。さあこれでジャスト100、まあやっぱそうそう出ないっすねプライム以上は。おい、おお、来た、ナイス。さあグレード S からまずいきますか。 S とスペシャルの2枚引き熱い。このガチャねでももうインパクト多分出ないんですよね確か。だからもうあのスペシャルってなった時点でプライムは多分確定、記憶が間違ってなければ。さあこれ誰だ、左ピッチャ
コービン、はいはいはい、おナショナルズの流れ来てるぞこれ。もうモーガンで終わろう。モーガン来たら即終了。さあネイジャーモーガンカモン。シカゴホワイトソックスだ。いやー違う、あ、じゃあホワイトソックスカブスや。違うところで違うところで運使っちゃったよナショナルズの。惜しい、ニアピン。でもいいっすね、道中でプライム2枚引けてるのはまあまあいいんじゃなかろうか。じゃあここで120連目リーグ選択フォーカスプライムパックお願いします。レンチャン、さすがにないか。じゃあこれで、うわどうしよう。でもな、さっきあっこでムーキーベッツ取ったんで、別にこのプライムのムーキーベッツ当たんなくてもまあ良くなったんすよね。当たったら当たったで嬉しいけど。ってなるとまあナリーグ行くっていうのも選択肢だよな。モーガン狙うんだったらナリーグなんですよ。でまあ外もナリーグだし、ちょっとナリーグ行っちゃおうかな。どっちが熱いかな。まあほぼイコールぐらいか。いやでももうここでモーガン当てよう。モーガン当てます。はい、じゃあもう行きます。ナショナルリーグで久々にアリーグを裏切る気がする。行きます、頼む。モーガンか外カモンお願いします。さあ誰だ。うわーレッツだな。ということは誰だ、レッツ誰ピックアップでしたっけ。ハミルトン選手かな。ヒゲがいいっすね、ヒゲが。ハミルトン選手獲得です。写真かっこいいな。走塁守備めっちゃ高い。いやー危険か、まあいいでしょう。 OK、 はい、じゃあもう残りいきましょう。まあこれは天井かな、また天井でしょうか。いやそれともその前でビシッと引けるのか。まあでもモーガン選手って、あ、ウォードいいね。モーガン選手って改めて調べるとベイスターズの在籍2013年の1年だけだったんですよね。なんか体感的には2年3年いたぐらいの強烈なインパクトが残ってるんですけど、でも1年でねあんだけファンの心つかむってやっぱすごいな。はい、ってことでまあ結局160連目まで来てしまいました。いきましょうラスト。はい、お、うわーグレード S か。あ待って、デラクルーズ引けた、やった。一番嬉しいかもここまでの引きで。ちょっとこれまた使ってみた動画やりますわ今度。デラクルーズマジか、嬉しい。今個人的にメジャーで一番ロマンあると思って超期待してる選手です。まあいろんなとこでも話題になってますけどね。肩も強い、足も速い、大型サードショートってことですげえロマンある選手なんですよね。違うモーガン引けてるし。はい、じゃあ行きましょう。さあこのグレード S は誰だ。フィリーズ、フィリーズもよう出るんだよな S。 誰だ、ハーパーですね。まあ昔ベイスターズにもね、あの同じ名前のハーパー選手がいました。こっちも懐かしい助っ人なんですけど、まあ違うハーパーが来ましたと。なんか惜しいな今日の引き。はい、じゃあもう行きましょう最後。これで、モーガン選手受け取って締めます。ご視聴ありがとうございました。いやー嬉しい、モーガン引けるんだ。いらっしゃいませモーガン、我がチームへようこそ。ご視聴でした。ぜひともこの動画楽しんでいただけた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。いらっしゃい、かっけー。はい、モーガンあざす。近日ナイジャーモーガン使ってみた公開です。ご視聴ありがとうございました。